続いて、JBEAM の本社に来ております山崎プロです。よろしくお願いします。山崎です。よろしくお願いします。こうすれば飛距離が伸びるよっていうのを、ちょっとなんかコツを教えてほしくて、足使ってここまで1、はい、でここから上げてグッと前出し、逆出し。おー、いいですね。そうですそうですそうです。あー、いいですね。ここから何してるのかわかんないですけど、ただ振ればいい。要は自分がいつもここに来たとこから複雑な動きしてたから、シンプルすぎて何していいかわかんなくなっちゃう。はい。何もそのままでいいってこと。はい、いいです。準備ができているところにクラブが鳴る。あとは思いっきり下に振り付けるだけ。ちゃんと回ってるから、そこの準備できているところにクラブが来るから、いきなり振れる。何にもしないでってこと。いいです。寂しいじゃないですか。例えばそこでさらにスピードを上げるってなったら、はい、行きます。準備できてクラブが上がります、はい。上がったら、ここからほとんどの人がこうバンプしたがるんですよね。ここにバンプしてから振ろうとするんですけど、はい、バンプするとサイドベントっていうものが入ってヘッドが下に落ちようとしちゃうってことは、重力をここに使ってしまってこちらに使えないので、僕は左足体重にしないように、ここから左膝を少しこう外旋してます。外旋してます。これこの前やれって言われて、はい、ここにバケツ挟んで、はい、振るときに落としてから振れって言われて、スカートポジションなんですよね、はい。僕も実際こう上げたとこからこういうふうにスクワットするので、こうじゃなくて、スクワットしたら人間こうやって開けます。こうやってスクワットする人いないので、人間スクワットしろって言ったらこうなるんですよ。じゃあこうで、下げればいいんだ。もうできました。はい。ここ開くんじゃなくて、はい、こうだ。あ、できてます。はい、こうだ。できました。下がればいいんだ。そうです。スクワットです。タイガー・ウッズ、マキロイ、みんなスカッとするんだけど、飛ばし屋さんたち。横、縦、下がれば、理屈的にいくと、さっきも言ったようにこう上に引っ張り上げたものを下げるので、ここにあるものを思いっきり下げるから、こうやって下げるより、うん、体使いますよね。そうです。両お尻で下がるでいいよ。はい。下げて、それならかゆくないし。はい。なのでどうしても球を目標に飛ばそうとするから、回転しようとしすぎちゃうんですよ、みんな。結局全部下半身の動きなんだよ。そうです。下半身です。下側を向いて初めて上が使えるので、ああ、いいですね、うん。なんかこうシュシュッてやったら速いような気がするんですけど、そうじゃないですよ、うん。野球のピッチャーが牽制するときにファーストこう見てて、一塁ランナーがちょっとリードになった時にシュッ投げるとすごい速いじゃないですか。でもそのファーストまで行く牽制球って150キロ出てないですよね、うん。でもホームまではあんなゆっくり大きくうわーって言ったら150キロ投げるわけじゃないですか。だからそれと誰か似てます。あー、ぐーっとパワー食べたのをバーンっていくから速い。こうちょこちょこ動くのは牽制球ですよね、うん。ああ、いいですね。ああ、できてます。右向いて、右向いてあげたらスクワットです。右向いてあげたら、おー、今結構振り遅れたじゃないですか、うん。でもあれ見てください、ミッドスピードが 43.5。 あれまた速くなってる。そうなんですよ。今はちゃんと当たってないんだけど、もう振ってないのにヘッドスピードが 43.5 上がってるんです。体がついてきて慣れないからですね。これが出た。はい、初めて出ました。これ試合によく出るじゃないですか、こう、はい、弾道。そうそうそう。これ飛んでった時の、今のが、実際に見ると、右に19ヤード曲がっただけです。全然 OK ライン。全然 OK。 はい。今はね、スクワットが入らなかったです。ここからスクワットがあまり入ってないんですよ。スクワットが入らなかった理由っていうのは、今バックスイングでこういう右股関節が上に上がってなかったらスクワットできないんですよ。下げた状態からさらにしゃがめないっていう。そうです。そうやって上がれたらスクワットできるんです。そうなんだ。はい、ちゃんと引かないと。そうなんですよ。今足を向けたようなんですね。まずは足を使う。腕振るっていうパーツに関してはまた難しいものがあるんですよ。ここ工夫しちゃダメ。はい、まずは構えた通りに戻ってくる段階、はい、で上半身の動きっていうのは着頭をいかにしならせれるかっていうことを考えてくるので、それはまた自分の動かし方なんですよ。右肩でしならせる人と手の引き込みによって着頭をしならせる人と、トップでこう体を伸ばしてしならせる、まあ、上半身の使い方がいっぱいあるんですよ。なのでどれが正解っていうのはなくて、その合うものを見つけてもらう感じがいいと思う。でも共通して言えることは足を使う、とにかく足を使う。で変にねじらないで、ダウンスイングはしっかり足で下ろす。わかりました、ありがとうございます。山崎プロはですね、YouTube チャンネルをやってます。なんて検索すればいいですか？ドラコン山崎康弘で、はい、検索してもらえます。山崎康弘で検索して、こういうレッスンもはい、土橋はここで、毎週水曜日、木曜日、はい、レッスンをさせてもらって、フィッティングもしています。YouTube ではどんな動画が大体上がってる？こうやって飛ばしてる、まあ、今にスクワットだったりバックスイングのコツだったりとか、あと、まあ、その自分が疑問に思っていることとか、試合の情報とか、じゃあ生の情報ですね。そうですね、普段感じてる、はい、これで日々の、なんていうんですかね、トレーニングだったり、はい、アドレスは、まあ、ゴルフ理論はこうだけど飛ばすにはこういうアドレスの方がいいよとか、まあ、その飛ばしに特化した部分の、まあ、あんまり長くないんですけどね、一話一話の、はい、それでまあちょっと紹介させてもらってるような感じです。ぜひ見てください。すごくわかりやすいです。お願いします。あとプレゼント企画やってます。さっき1個前の動画で僕がお見せした ZY-9、はい、ZY-9、全くスライスしなかった。左にしか行かない。慣れればまっすぐ飛ぶ。このドライバーを1名にプレゼントキャンペーンやっていて、この山崎プロにフィッティングしてもらえるという権利をプレゼントしてますので、はい、フィッティングさせてもらいます。はい、ぜひ応募してください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか他と違います、シャフトの感じが。そうですね。まあその僕が飛ばすために特化してこう考えて作っていっちゃってるシャフトなので、その一般はやっぱに売られてるのは万人受けするシャフトを作るし、あとコスト的にも問題あるじゃないですか。安いシート使わないけど、まあうちは作ってその作った元に対しての何パーセントって言って定額気にせず作っちゃうということですね。だからまあ直販ですから1本6万ぐらいになっちゃうんですけど、売価がその工房さんに卸すけど売価が6万ぐらいになっちゃうんですけど、まあその分素材にはものお金かけれる。一番ちっちゃいヘッドドライバーとかあった？一番ちっちゃいのでちっちゃく見える、このあちっちゃく見える、はい、これちっちゃいです。かっこいい。結構僕試合で使ってます。あ、そうなんですか。はい、体積は400くらい。これは445。これで445なんですか。はい、もうね、この上から見てちっちゃく見えるのが好きなんです。わかります。そのイメージですよね。シュッといけるっていうイメージが好きなんです。基本値450ちょっとですね。60はないです。みんな50ぐらいで大体。これで450なんだ。はい。そんなディープに45ぐらい。そんなディープに見えないですよね。はい。これはそんなディープじゃなくてちょっと薄めですね。レディース、はい、これはレディース、はい、これレディースです。でも実際に今出てるレディースはこっちの801のロースピン系のレディース、これ結構人気です。色もこのちょっと可愛いんですよ。160から180くらい目指す人向けにはどういう考えで作る？そういう人たちには球の浮きやすさと、でも女性に多いのはただ上がるだけでスピン不足で折っちゃう人もいるんですよ。それはこのグロリアスっていうこのシャフトは案外ちょっと粘り系で球を押してスピンが入るので、でもうちのヘッド自体はロースピン系なんですよ、なのでちょっとスピンを増やす動きをしてゆったりしなるものに対してロースピンの強い球を入れるっていう、だからレディースって結構難しいです。吊るしのクラブというよりも女性の場合は本当フィッティングしてもらった方がいいと思います。40g ないはシャフトとか、まあうちは40g ないのでフジクラさんだったり、グラファイトさんだったり、その軽量系の40g のシャフトとかもあるじゃないですか、はい、そういうシャフトを、いろいろチョイスして、例えばうちのヘッドが気に入ったならそのヘッドを持って一番いいシャフトを探した方がいいと思います。ちょっと話長くなってあれなんですけど、聞きたかったの忘れたんですけど、はい、飛ばすのとかに筋肉ってどこの筋肉がどのくらいいるんですか？まあはっきり言ってぶっちゃけジャンプ力なんですよ。みんな血でかくしろっていう話。はい。で筋肉の飛ばし、もう野球のピッチャーもバッターもそれ全部ジャンプ力。なのでジャンプで飛べる人って結構打ちます。速いです。でどこを鍛えるのっていうのもそれすごい聞かれるんですけど、足がすごい強かったらその足に負けない上半身をつけなきゃいけないし、上半身が強いんだったら上半身を使えるだけの下半身を作んなきゃいけないので、どこをどうかっていうパーツで言ったらやっぱり僕はこうちょっとリスト系を強くしてます。リスト、広背筋、あと腹斜筋、あとジャンプするためのさっき言ったこのカーブ、こうジャンプですね。それもすごい鍛えてます。垂直跳び飛べる人は結構飛べます。まあ自分の体重をどんだけ飛ばせるかもあるから、はい、まあまあってことですね。で瞬発力なので、要は結構瞬間的にスピードを出せれる人っていうのは速いんですよ、ヘッドスピードが。あとは当てる技術だけなので、はい、もうそのフィジカル的な面で言ったらやっぱフィジカル、こうもうただのこういう重いものを上げれるんじゃなくてジャンプ力のある人が飛びます、瞬発力。はい。ジャンプトレーニングがすごいやります。あと前傾がこうキープするのに大変なんで、やっぱ腹筋、はい、腹筋、こう耐える体幹というよりも動ける腹筋っていう感じですかね。どの角度でも動けるっていう。あと腰痛防止にもなるので腹筋、腹斜筋、広背筋、あとリスト、カーフですかね。リストはなんでなんですか、最後。リストってどんなに早くパワー来てもこうやって戻されちゃうんですよ。ヘッドにはい、もう耐えることができるかできないかなって。だ例えばこうやってパワー勝負、こうふざけてこうやるじゃないですか。これって手首折られたらあーって曲げるじゃないですか。弱い人の手首最強くて相手の手首を曲げれたら勝てるんですよ。ってことは耐えれないんですよ、その圧力に。自分はヘッドスピード60になっても手首弱かったらこう曲げるんですよ。だからアマチュアの人はラフのショットで負けるじゃないですか。ラフから打っても球が飛ばない、ベースが開いちゃう、かぶっちゃうっていうのはここが弱いんです。でも外人があのボーボーのねバーンとスパンと打つやつ、あれ強いんですよ、フィジカルなんですよ。それって握力じゃないですよね。握力も必要ですし、頭骨側も必要だし、まあこれはもう両方こういるんですよね。握力もつけた方がいいです。筋肉は全体的にあった方がいいですけど、まあ、強いてゴルフにその特化してだったらその辺がいい、ジャンプ力を補えるもの。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますので。で8月17日、ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。